覚え覚えは、新朝前期の重臣、無人である。おばいとも、聖ワ悪ギャ、満州木畑出身。大祖、ヌルハチの副臣として活躍した、フィュンドンの甥い、ナムフの父である。大奏の時代から、対民戦争で軍港を挙げる。1643年に、大奏死去に伴い、後継をめぐって、長子の祝神脳。 方家と大操の弟の栄ロードルゴンを押す。勢力が牽制し合ったが、覚えは、ソニンと共に、聖気旗、旗旗の兵を背景として、方家の弟である六歳の不倫の擁立に尽力した。順次ミカドが即位し、摂政としてドルゴンが補佐する体制が確立した。翌1644年、理事政によって民が滅亡すると、民進協会にあった山会館の首相、 5 3系が投稿した。これを受け、ドルゴン率いる皇帝直属軍が入り南下して理事政軍を撃破した。覚えは、栄心郎、アジゲの軍に従い、理事政、超賢柱の軍を破り、順に、シゲル州などを落とした。順次帝は、北京に入場し、中華皇帝として、中国本土の支配を開始するが、実際にはドルゴンが牽制を極め、 1648年には、高等摂政王と称されるなど、独裁体制を築いていった。しかし1650年にドルゴンは狩猟中に休止し、以後は、順次ミカドが申請を行った。覚ぼはそれまでの軍校から、犠牲大臣に任命され、二等校を授けられ、後に、領事営内大臣、将風権大使大夫となるなど、順次ミカドの復診として、地位を高めた。 順次18年、順次帝は天然痘により24歳で休止した。8歳の玄が即位し、衣装により、ソニンをボイスクサファイビルンの4人が、タスク政大臣に任ぜられ、幼い後期帝を補佐することになった。幼いコロドルゴンの県政に圧倒されていた、順次ミカドが、自らの後継者、後期帝に、同様の苦難を受けることのないように、 権力を分散させ4人を牽制させたものと見られる。しかし、4人のタスク政大臣は、互いの利権をめぐって、相争うことになる。特にオボイとスクサハは、折り合いが悪く、老年のソニンが過労じて2人を抑えた。後期6年にソニンが死去すると、オボイの勢力が多を圧倒するようになる。身の危険を感じたスクサハは、先帝の領母を守って、 余生を送りたいと勘を辞そうとするが、おぼいは逆に24か条もの罪状を残言し、スクサ派の一族を処刑に追い込んだ。残るエビルンは、おぼいに追従し、一等校に昇格したおぼいの先生が確立され、順次カドの遺症は意味を失うこととなった。しかし、少年皇帝、皇帝,帝は、おぼいの戦王を憎み、密かに神聖を企てるようになる。 後期帝は、年少の側近と日々部府に興じて、表向き政治に無関心を装うことで覚えの油断を誘った。後期8年5月3日、皇帝たちの部府を視察に訪れた覚えは、突然取り押さえられ、逮捕された。同月26日、30カ条に及ぶ罪状を宣告され、覚えは、一族老党もろとも死罪となったが、後期帝は、かつての軍校に鑑みて、 覚えのみ、終身刑とした。こうして、検診、覚えを失脚させた、後期帝は、皇帝申請を開始し、61年の位制で、身朝の黄金期を築くことになる。一方、覚えは釈放されることなく、同年のうちに国死した。後期52年、かつての功績によって、覚えの罪は許された。養精帝が即位すると、再び一等校を追贈され、 長武功の称号を贈られるが、権竜帝の時代になると、改めて一刀男に落とされ、覚えの子孫は、世襲を許された。ありがとうございます。